長田ダ修一郎、長田ダ修一郎、長田ダ修一郎、1980年5月6日帯は、神奈川県横浜市坂区出身の元プロ野球選手、投手。右投げ右打ち。から途中までは、NPB の西武ライオンズ埼玉西武ライオンズ、以降はまで横浜 DNA ベイスターズでプレー。現役最終年のには、ベースボールチャレンジリーグ。 BC リーグの新潟アルビレックス BC に所属していた。鎌倉学園高校では甲子園出場はなかったが、その投球はプロから注目されており、1998年のドラフトの隠れ目玉として指名されるかと思われたが、慶応義塾大学へ進学。大学野球部の同期に、港川清流、田中大輝、富士テレビアナウンサーがいる。 大学進学後は先発も抑えも、経験、2000年秋のリーグ優勝、明治神宮大会優勝。山本翔吾、中村康弘らと共に、投主陣の一翼を担う。2002年春の東大二回戦で9社、連続脱三振のリーグ記録をマーク。これは1970年の壮大の大き勝都市に、奈良ブロク大学史上1位大記録で、いまだに、その記録は破られていない。 同じ日に1試合21奪三振という6、大学歴第2位の記録を受立。リーグ通算61試合登板、12勝16敗、防御率2.23、290奪三振。ベストナイン1回。ただし、これだけの活躍にもかかわらず、通算成績は負け越している。山中正武が指揮を取る、第1回世界大学野球選手権日本代表に、 後のチームメイトとなる、放題後藤武都志らと共に選出され3位入賞に貢献。請求力が良く、スタミナもあり、安定感抜群と3拍子揃った選手として、大学4年時のプロ野球ドラフト会議、自由獲得枠で西武ライオンズへ入団。入団1年目から中継ぎに先発にと、重宝された。基本類が十二本、防御率点零六の内容だったが、 46試合に登板し、ルーキーながら1年間1軍に帯同した。この頃は名前を長田と呼ばれることもあった。開幕に出遅れたが、防御率が前年の約半分と格段に向上。34試合に登板して、防御率は3.18で、課題だった、基本類ダムわずか2本と大きく改善された。 からの2年間は、合計13試合の当番にとどまり、非本塁打も、悪化、13試合で9本塁打を浴びた。左の三井浩二と右の長田で、長田東内都市同期入団クローザーの小野寺力に、繋ぐ、方程式を形成した。6月まで、防御率2点台であったが、6月5日のヤクルト戦で、2失点を喫すると、翌日に2軍落ち。 1>, 1軍では22試合で防御率3.33の成績だった。2軍では防御率7点台で最小格はならなかった。背番号が19番から34番に変更されることが発表された。1軍での当番は10月4日の楽天戦の1試合だけだった。同シーズンオフ2002年の慶応義塾大学時代から6年の交際期間を経て、 チアリーデング部に所属していた同級生の客室乗務員の女性との婚約を発表した。4試合に当番、26人の打者と対戦して13人の出塁を許すなど防御率は12.46であった。シーズン当初は敗戦処理としての当番が主だったが、後頭を続け、勝ちパターンに組み込まれる。メインの担当は7回だったが、藤田太陽が故障で、 戦線離脱して、以降は、八回を任されていた。その後は場面に限らず、当番、一度不調で、登録抹消されるものの最短期間で復帰し、自己最多となる五十六試合に当番、藤田、ブライアンシコースキーと共に、チームのリリーフを立て直した。安定感を書き、十七試合の当番に止まった。初の一軍当番が六月と出遅れたが、 勝ちパターンの一角として活躍。53試合に登板し、チームトップの26ホールドを記録し、自身としては約10年ぶりにお立ち台に上がった。開幕一軍メンバーとして登録されたが、14試合の登板で防御率4.15と安定感を書き、5月9日に一軍登録を抹消された。5月19日に最小格したものの、 5月22日23日の交流戦対広島戦で現実失点を記録し5月24日に再び一軍登録を抹消された2013年7月7日に渡辺直人との交換トレードで横浜 DNA ベイスターズへ移籍することが両球団より発表された移籍後はビハインドでの登板が目立ち 8月7日の読売ジャイアンツ戦では1死も取れずに4失点を喫するなど不安定さを見せていたが終盤にはセットアッパーとして起用される場面もあった開幕1軍メンバーとして登録され前半戦は33試合に登板し防御率5.72と制裁を書き7月7日に2軍降格8月6日に一軍に昇格すると19試合に 登板し、防御率0.98の高成績を収めた。開幕を2軍で迎えたが、4月9日に1軍、登録された。5月29日の千葉ロッテマリーンズ戦では激しい雨の中、7回西三塁、3から3の同点の場面で登板したが、雨で球がすっぽ抜けて冒頭、これが決勝点となり逆転負けを喫した。ちなみに長田は、路人バッグが使えず、 さらに、球診の予備球を入れる袋に蓋がついていなかったこともあり、中畑清監督は袋があるのに球場に用意していなかったみたい。今後は晴れていても用意するべき。自然が相手なんだからと、球界全体の問題として指摘した。6月8日に登録を抹消されたが、7月3日に再び一軍登録されると、その後も中継ぎの一角として、氷リリーフを続けた。 結局この年は45試合に登板し4勝1敗、防御率2.06の成績を残した。8月17日に国内 FA 権を取得したが、10月2日に FA 権を行使せず、球団に残留することが決まった。1軍公式戦への登板が6試合にとどまったことから、10月2日に球団から戦力外通告を受けた。12月2日付で、 NPB から自由契約選手として講じ、NPB 他球団での現役続行を希望していることから2016年11月12日には阪神甲子園球場で開催の12球団合同トライアウトに参加、シートバッティング形式で対戦した打者3人を全て凡退させるとともに空振りで一つの三振を奪った。しかし、 NPB た球団への移籍には至らなかった。3月1日に BC リーグの新潟アルビレックス BC へ入団することが発表された。リーグ戦には24試合の登板で1勝1敗、1セーブ、防御率5.06をマーク。シーズン終了後の11月1日に球団を通じて現役引退を発表した。引退に際しては年間ピッチャーとして、 マウンドに立てるとは思わなかった。最後に、新潟の本拠地であるハードオフエコスタジアムのマウンドに、立てたのは幸せとのコメントを寄せている。2018年からは、西武オ b ビとして、富士テレビ2の野球解説者に就任。平均球速約時速 142km、2012年、最速時速 149km のストレートに、スライダーとカットボール、カーブ。 フォーク、シュートを投げ分ける。コーヒー愛好家で、試合のある日の朝は必ず一杯は飲むとのこと。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。